ゼニセンは、総末から、元初にかけての文人画家、天国家である。少年は1235年前後、卒年は1301年以降と推定される。字は、春居、豪は玉丹、辰巳法、清志老郎人、周物右大きな、ダニ魚ななど、古襲がラスほど剣の人。九条図国法元時代後人蔵戦線は、南総末に真摯に旧大するも生涯にわたって、 主観していない。総長滅亡後は、呉れに移り住み、他の移民画家と文人グループを形成し、五億八春と商用される。現朝最大の芸術家とされる、長毛布と文画の交友があり、諸月三昧の生活を送る。長毛布が首来に招兵されると、他の文人たちもこれに従ったが、銭線は、潔しとせず、一人故郷に隠逸した。 このことが移民としての中精神の現れとして、後世に評価されている。画の力量は、職業画家と間違われるほど巧みで、晩年はそのために帰って贋作が横行した。これを防ぐために画に私文を書き入れたという。南宗画院の硬直した画風に反爆し、北宗の長白駒、李光林、長マサなどの筆法を取り入れ、復古主義的な画風を確立した。この主張は、 元松四大化に受け継がれ、文人画の流星につながった。長毛布に文人画とはと問われて、霊体の画であると返答したとされるが、この逸話は文人画論に著名である。銭線、長毛布、李高滑安氏、小、を元発五大化とする故障もある。落下院が設立であることなどから、職校に依頼せずに印象を自国したと推定され、 全国化の先駆けと目される。1970年から1971年にかけて発掘された民の大祖の大獣誌である老主団の領母から銭線の画が出土した。中国の学術的な発掘調査によって出土した絵画の作者が同定できた稀が例である。ありがとうございます。